どうも、竹内です。ということで、今回の動画、立刀と見本のウッド状況の話をしていきたいと思います。はい。待望のターゲット導入ということでね、JRA1 がついにデータとして、はい、あの、配信を開始してくれました。これまでは競馬新聞とか、あとは KOL データなんかで見るのが一般的でしたけど、これでかなり多くの人がウッド状況の対望を見れるようになったということになります。それをですね、初心者でも即活用できる内容でお届けしたいと思います。 まずですね、このターゲットの画面ですね、ウッドチップコース調教一覧、まだテスト中とは書いてありますがですね、非常に、えー、素晴らしい、見やすいレイアウトで、はい、あの、データを導入してですね、表示することができる、閲覧することができるようになりました。えー、見本も立刀もね、現時点でできているということで、かなりね、多くの競馬ファンの方が興味を持っているのではないかと思います。 で、次にこの画面なんですが、ええー、まあ私ね、ええー、もうメルマガで言ったら10年以上、YouTube の方でももう何でもしょっちゅうね、ええ、反調教の話はしてきたんですけど、今回まあウッドの話になりますが、まずですね、その調教っていうもの、これを活用するために必要不可欠だと考えられていること。 こちらをね、紹介をしたいんですが、まず A ですね、調教時の馬場状態を把握すること。B、調教離に誰が起乗しているのか。C、調教時の追い方。まあ、馬なりとか、いっぱいとか、まあ、強めとか、いろいろね、追い方がございます。で、D なんですけど、合わせているかは単装なのか。はい、合わせ馬した方がタイムが出やすいという傾向がありますが、このようなものがですね、え距、ー、調教を活用するために必要不可欠だと言われていることになります。 ですが、今回の動画ではね、こういう、ま、あの、非常に、ま、面倒な部分っていうのは、ちょっと一回使うのをやめようということでね、お話ししていきますが、それでも活用できます。はい。そのようなね、動画になっております。で、まずね、一つね、簡単な例え話をしたいのですが、今画面に出てるようなね、こう、キャビアであったり、ワインであったり、まあ、こういうものと出会うとき、大人になってからね、えー、突然出会ったりするわけなんですが、まあ、こういうものと、まず触れ合うときにですね、 ワインなんかで言えばね、まあ、どの地方のものであったり、何年ものであったりとかね、また酸味はどうなんだとか、まあ、いろんなね、うんちくっていうものはね、えー、語る方いらっしゃいます。はで、確かに知識が多い方が美味しく飲めることは事実だと思います。そしてキャビアなんかで言えば、これ食べれるのみたいなところからありますし、えー、クラッカーに乗せるのとか、どうやって食べるのわかんないな。どうやって食べるんだろうっていうね、そんなようなあの場面に出くわすこともあります。 あとはね、その初めてコース料理なんかを食べた時に、じゃあナイフとフォーク、どっちから使うのどういう風に使うのって、そんなようなこともね、えー、実際にあると思うんですけど、でも、美味しいものって別に手づかみで食べても、当然ある程度美味しいんですよね。はい。知識があったり食べ方が正しい方がより美味しいかもしれませんけど、美味しいものは美味しいと、そんなようなね、えー、ことが言えるわけなんですが、 まさにね、それと同じようなことで、とりあえず美味しいから食べてみようよと。そんなね、え、調教ウッドコースの話をこれからさせていただきたいなと思います。 それでは、いよいよね、ウッドの話をしていきたいなと思うわけなんですが、上の緑のところ、こちらが立冬のウッドコース、下の赤いところからがミホのウッドコースとなるわけなんですが、まず、うそうですね、2行目から行きましょうか。全体6波論、これは平均ですね。追い切りの、えー、6波論の全体の平均というタイムになります。84.0秒です。5波論からが68.0秒、4波論からが53.0秒、ラスト1波論が12.5秒、これがすべての、えー、追い切りでね、ウッドコースを走った馬の平均値と、 なります。2018年以降のね、時計を。 独自に集計しております。はい。そして、新馬未勝利。えー、こちらが84.3秒、68.2秒、53.3秒、12.6秒ということで、やはりね、全体よりは遅くなっているということになります。一勝クラス、83.9秒、67.9秒、53.0秒、12.5秒ということで、やはりね、よくあの、まあ、昔で言ったら500万クラスですね。今の一勝クラスですけど、ここが競馬の平均になると言われますが、時計的にもまさに平均になっているということがね、分か あります。そして二勝、えー、クラスと三勝クラス、ここを、えー、まあ一つにねぎゅっとまとめたわけなんですが、母数的に八十三点八秒、六十七点八秒、五十二点八秒、十二点四秒とやはりこの辺りをね走っている馬っていうのはもう長距離でも。 平均の全体よりも、えー、早い時計を出しているということになります。そしてオープン以上の馬になると83.7秒、67.6秒、52.6秒、12.3秒ということで、やはりね、オープンまで行っている馬っていうのは調教の時計も早い馬であると。そういう関連性があることがね、これを見るとわかります。 それは、下のね、ミホのウッドコースでもわかるんですが、まあ、あの、ご紹介していきますけど、ミホのウッドコースに関しては、2019年のね、秋に回収がありましたので、それ以降のデータとなりますが、全体が84.3秒、68.6秒、53.5秒、12.8秒という時計になっています。シンバトミ勝利が84.6秒、やはりここ遅いですね。68.8秒、53.7秒、12.9秒、やはりシンバトミ勝利が遅いっていうことは、え、まあ、三のウッドコースでも同じであると。 そして一生クラス84.2秒 68.、68.6秒 53.、53.5秒、12.8秒。やはり、ここもね、平均になっていると。うん。 全体と同じなのがやはり一勝クラスになってくるという感じですね。そして二勝クラスから三勝クラスの馬、84.0秒、68.4秒、53.3秒、12.7秒、やはり速くなってくる。そしてオープン以上の馬になってくると 83.、83.8秒、68.1秒、53.1秒、12.6秒ということで、やはりね、えー、立刀も見本も同じ傾向ですね。クラスが上がるほど調教のタイムの平均も、 速くなっていくと。これはね、一つあの予想の参考になると思います。そしてですね、まあ、よくあの、調教のね、えー、基準タイムみたいなことであの、ネットに掲載されていたりとか、書籍に載っていたりするものもありますが、あれ割とね、えー、結構厳しめのタイムをつけているところが多いんですよ。なんですけど、えー、この表で見るとですね、まあ、あのー、基本的には全体より速いかどうか。そしてあの、そのクラスですね、そのクラスクラスを走るときに、 タイムが、それを、それより早い時計を出しているかという、そこをね、ポイントにした方がいいと思います。例えば、立東の、えー、ウッドコースで調教してきた馬で、2章クラス、3章クラス、まあ、そのあたりを走っている馬であったら、まあ、6波論の時計が83.8秒で早ければ、まあ、平均よりは早いんだな、という感じで見ると。で、えー、6波論、5波論、4波論、1波論というふうに今回まとめましたけど、すべてがね、早かったのか。 どこか特別に速かったのか。まあ、そんなような見方もできますし、えー、っと、やはり全てがね、当然あの0.5秒、1秒早ければ優秀な時計だと言えますし、で、これよりもまあ全て遅いのであれば、当然ね、ちょっと不安かなと、まあ。もちろん馬によっての個性とかありますが、今回はそういうあの細かい話は抜きにして全体の話をしているので、やはり、えー、まあ、この表ですね。この表よりも、えー、時計が良いか悪いか、そこは一つね、判断基準になります。 続いてね、えー、ちょっとここはですね、ハロンの時計っていうのをね、えー、時計別の成績っていうのをお見せしていくんですが、僕ね、割とまあ全ての時計は見るんですけど、ハロンとマイチハロン、ここをね、重要なポイントとして見ていますっていう理由なんですけど、理由は本当に簡単なことで、やっぱ全部見ていると。うん。 正直言って時間が足りないですね。競馬の予想をする。なので、やはり自分が、あの、ここ使いやすいなって思ったところをつまむ。そういう食べ方をする。っていうのがね、一番、あの、調教っていいかなと。僕的には思っていますので。はい。えー、まずここではご波論の紹介をね、していきたいと思うのですが、こちらは立冬のウッドのご波論の時計別の成績となります。一番左、左の列ですね。ここがご波論の時計の範囲となります。はい。えー、上から2行目ですね。 ここが62秒から63.9秒。一番下が76.0秒以上ということになってくるわけなんですが、まずですね、最初にあの補足しておきたいのが一番下の76秒以上っていうところで、勝率がズバ抜けてるんですけど、一番右の総数6しかありません。 6等しか該当しなくて、この勝率なので、ほとんど当てにはならないなと思っていただいて結構です。ただ、ここ活用するポイントがあるので、また、あの、後ほど説明しますが、まず一番上ですね、63.9秒以下で、以下のところ、勝率が12.3%、ここも総数162しかありませんが、やはり時計がいいので、 うん。その分、勝率はもういいですね。そして単勝回収率も102%になっています。次、64秒から65.9秒。勝率が9.8%です。で、単勝回収率が86%。悪くないですよね。ちょっとひねれば、えー、プラスに持っていけるだろうという感じがします。そして、66.0秒から67.9秒。勝率がね、やはりここ下がります。9.5%。 そして、えー、回収率が78%。で、68.0から69.9、勝率が8.1%まで下がります、えー。回収率83なので、上よりね、えー、少し高いですけど、まあ誤、誤差の範囲というかね、うん、あの総数が多いので、それだけ、まあ、そこに人気薄が偏って何とか来てるという可能性もありますが、まあ、あの勝率で言ったら綺麗に並んでいると。で、70.0から71.9秒のところですね、6.8%、回収率は67%になってしまいます。で、それ以降ですね、 ここですね、あのー、勝率的には7.1、7.8、まあ一番下の33.3に関しては先ほど説明しましたが、ここの単勝回収率が馬鹿高いという感じになってますね。156%、148%、14 158%となっているんですが、この部分でほとんどが反路調教も併用してやっています。はい。なので、あのー、この時計が遅くても反路で使っていたら回収が高いです。 はい。で、実際にここを、あの、切り取って調べると、まあ、母数で言ったらね、一番右の総数を足したところで、えー、750ぐらいしかありませんけど、ほとんどね、えー、回収率が高い部分っていうのは、販路調教もしている馬だったということになります。なので、まあ、ごはの時計別で見たときに、やはり一番注目するポイントは、まあ、今の部分も注目できますが、やはり時計が早い方が、勝率が高く、回収率もいい傾向があるということですね。 次に同じくの、ね、の時計ででウッドでいきます。こちらの、ねえー、先ほどと違うところは一番上の、ね、タイムがいいところここの勝率が少ないんですけど一番右の総数が35ということでね。35頭しかいないのでここは 私の見解では後々勝率が高くなってくると思います。はい。えー、ですが今、現状ではこの成績になっています。じゃあ次ですね。64.0から65.9のところ、ここ勝率が8.8%ですね。えー、単勝回収率が84%とやや高めになっています。66から67.9、勝率が7.8%、やっぱ1%下がりますね。単勝回収68%、えー、68.0から69.9、えー、勝率が7.4%、はやはり下がります。回収率こそね、81%と高いですが、 うんえー、70.0から71.9、7.0%ということで、やはりね、勝率がどんどん下がっていきますで、こちらに関しては、あのー、立党と違ってね、えー、タイムが遅い方の成績、えー、回収率が悪くなっていくんですけど、72から73.9。 うん、ここからも勝率が4%台になってしまいますし、一番下76秒以上、まあこちら総数7しかありませんでしたが、えー、勝率は0%ということになっていますので、基本的には立党も見本もタイムがいい方が成績がいいじゃないかと、そういう感じでね、ざっくり覚えておいていただければなと思います。 次に、えー、立冬のウッドの島一波論ですね。最後の一波論。やはりここって注目されるポイントですよね、調教で。で、なぜ注目されるかっていうところと、なぜ注目した方がいいかっていう部分が、この表を見ると一目瞭然なのですが、島一波論11秒台。まあ、よく切れたねと。あのー、まあ、新聞とかね、メディアとかに言われますが、勝率が13.2%。 はい。単勝解数が97%もあるんですね。しかもそう、えー、総数がね、えー、3394ということで、かなり、あの、母数もある話になっています。はい。えー、なのでですね、ここかなり使えるポイントですよね。そして12秒台になってくると8.7%。 でも回収は85%もあるんですよね。で、13秒台5.9、14%、14秒台が3.8%ということになります。はい。で、かなり回収率悪いですよね。44%しかありません。で、この15秒っていうのは先ほどのタイムが遅いところとね、被ってくるっていうところがあってね、単勝回収が異常に高くなってますが、そこれは先ほども言ったような理由が含まれています。はい。16秒台になるともうほとんど勝たないというようなね、ところで、このしまハロ波論でかなり重要な部分なので、ぜひね、これ参考にしてほしいなと思います。 その傾向というのはね、美、え、穂、ー、のウッドでも同じですね、はい、立東のウッドと、まあ、似ている傾向になっています島一ハロンが11秒台、勝率が10.9%もあって、単回数が94%と、ね、かなり高めの成績になっているわけなんですが、それがだんだん下に行くにつれてね、勝率が8%、5.8%、3.3%、まあ、それ以下のところはあの一番右の総データ数を見ると分かるように、えー、少ないので、 これをね、えー、例えば倍、3倍と重ねていったら、あの、綺麗な、えー、小列の並びになると思いますが、やはり5波論で見ても1波論で見ても、調教が全てではないですよ。えー、調教の時計が良くたって負ける馬なんて山ほどいるんですけど、データ数を重ねる、まあ、思考回数を重ねれば重ねるほど、やはり、えー、調教が良い,い馬の方が走る傾向にはあると思いますし、えー、と、まあ、今回、今お見せしたこの4つの画面でも、その傾向というのは伝わるのではないかと。 思います。はい。なので、やはり、調教を見るっていうことと、この島一波論だけでも、えー、五波論だけでも見るっていうこと、えー、馬券を買う回数を重ねれば重ねるほど、そこにやはり影響が出てきますね。母数を重ねれば重ねるほど、この傾向っていうのは馬券の収支にも直結してくる部分になってきます。 そしてやはり今お見せしたね、シマイチはろここを見るだけだったらめちゃくちゃ簡単に、なことで新聞の、えー、新聞で競馬予想しているあの競馬ファンの方でも簡単ですし、特にターゲットにあの使っている方であれば、もはやターゲットに導入されたんですから、タイムが。これを見るのはもうとても簡単になりましたので、シマイチはろだけの話というところで、えー、どう活用していこうかということなんですが、えー、このグラフなんか見ていただくとわかりやすいんですけど、まあ、先ほどのね、えー、説明した部分と同じになるんですけど、 一番右から向かってですね、当然回収率が上がってくるという結果になっております。はい、14秒台の時は44%しかなかった、13秒台だと70%、12秒台だと85%、11秒台だともう97%、はい、あと3%努力すればあの100%の回収率になるということになるわけなんですよね。うん で、この、ま、ああの、左肩上がりと、グラフ右にすればよかったですね。左肩上がりになっているね、このグラフなんですけど、これをですね、あの、まあ、馬券に活かすことって非常に簡単で、もう単純にあの、この見たままの数字、これをあの、ま、信じる。これがね、あの、非常にムラがあったりすると、信用できないんですけど、長期のデータでやはりこうなっているっていうことは、やはりこれに沿って馬券を買っていくっていうことは、一つあの、戦略として持っておいた方がいい部分ですよね。 そして、ま、美保のウッドに関してもね、まあ、14秒台のところは少し高くなっていますが、やはりこの左肩上がりですね、ギュイーンと伸びていってます。はいえー、姉妹13秒台が67%パー、一番左の11秒台は94%パーもあるということになります。なので、東西の11秒台のね、姉妹、えー、追い切りの馬を買うだけでも、ほとんどの競馬ファンの方のですね、年間の馬券収支をおそらく超えるであろうと。うん。 年間で95%パー、90%を超えている方で非常にもう馬券が上手い人なので、はい、えー、数少ないわけなんですが、そこをね、簡単に超えてしまうのが、まあ、ウッド調教の、えー、追い切りの島市原を見るだけでできてしまうわけですから、やはりここを馬券に活かすっていうことはもう、当たり前の戦略としてですね、あの、持っておいた方がいいのではないかと、ええー、まあ僕はね、思います。 そしてですね、まあそういう情報があった時にどう活用するかっていうところで、例えばという一例ですね。はい、もう,もう皆さんはもう今、姉妹一波論を見ればあんだけ回収があるんだと。じゃあそこからどうしよう、えー、例えば人気層を狙うのか、信頼できるジョッキーを狙うのかとか、あとはまああのコース適性がある、まあまあ決闘が得意な方は決闘を組み合わせるのかとか、いろんなアイディアがもはや湧いていると思うのですが、例えばこんな、えー、今出てる画面ですね。ウッドの姉妹がハ波論、11秒台の時に、 まあそれが30回以上ね、この期間で該当している中で、こう、回収率が高い調教師の先生方の、えー、お名前と、単勝回収率を掲載しておきました。はい。で、えー、一番、まあ飛び抜けてるのはこの大橋調教師なんですけど、穴をね、開けることが多いんですよ。 勝ち星こそそこまで、えー、多くは正直ありません。ありませんが、かなりね、この回収率っていうのは目を見張るものがありまして、で、えー、例えばですね、えー、最近で言うと、あの、まあ、2019年、えー、僕も記憶に新しいんですが、大勢パルサーという馬がね、12番人気、単勝100倍ジャストで勝ったりとかですね、していましたし、えー、鈴鹿フェスタ、はい、これも懐かしいですね。これも人気薄で逃げ切ったりなど、えー、そんなようなことがありましたので、今後もちょっとね、僕的にも狙っていきたいと思います。 なとと思っているところがありまますすし、まあ、そうですね竹秀則調教師なんかもね結構あの勝率も15%ぐらいあるんですよ。で回収299約300ですよね。でこの辺りも狙い目だったりするんです。うん、でえー、っとまあこの表に出ているところを狙っていただくのはいいんですけど。 僕的にね、結構この中でおすすめしたい方っていうのが、えー、特にね、おすすめしたい方っていうのが何名かいるんで、それをちょっと今ね、ご紹介したいなと思うんですが、まずですね、この今画面で言うと、一番真ん中の上から3人目ですね。はい、えー、中内田調教師。こちらなんですが、非常にこのパターンが多いです。うん。でどれぐらい多いかと言いますと、基本的に年間でですね、えー、そうですね、多いと60頭ぐらい。 このパターン、えー、あったりします、はいでまあ、何がすごいかというと、回、ま、収、あ、118%と今この画面に出ているので、あまりね、この中では目立たないように見えてしまうんですけど、 ほぼ毎年100%回収率を超えてきます。そして勝率がですね、約26%もあるんですね。なので、この調教っていうのはかなり、あの、注目をしてもいいポイントでありますし、まあ、この調教師の先生っていうのを、あの、覚えておく。それはね、結構、一つ馬券の戦略として、えー、使えるものになってくると思います。 でもう一方がね、一番左の列の下から2番目ですね、斎、はい、藤調教師、こちらもですね、勝率が30%を超えているんですね、で該当数もまあ年間で結構多いんですよ、多くてですね、あのー、本当に今年もすごいんですけど、今年の勝率も30%を超えているんですけど、こちらもね、毎年ほぼ回収100%を超えてくるぐらい、かなりこの調教の時は勝負係のことが多くてですね、特にあの一番人気の馬の勝率が50%ぐらいあります。 で、2番人気でもね、40%とか超えてるんですよね。で、3、4番人気でも、もう、えー、3、4番人気をトータルすると30%、40%ぐらいというぐらい、非常にですね、あの、勝負係の時にこういう状況を見せてくる調教師の先生なので、ここもかなりチェックしておいてほしいですね。 そしてね、ここにはあの名前を書いていないのですが、例えばの池康俊調教師なんかは、姉妹市ハロン11秒台の1、2番人気の勝率ってめちゃくちゃ高いです。はい、あの、普通の1、2番人気の勝率の平均値をはるかに超えて、まあ、1番人気で勝率40%以上あったりするんですが、 人気馬だと、人気になる馬、まあ実績がある馬ですよね、イコール。えー、だとかなり勝負係なんですけど、人気をでてやってきてもね、あの、全然勝ちません。結構ブラフだったりすることが多くて、そこはね、気をつけたいなとか。 藤岡健一調教師とかもね、まさにそんな感じで、1、2番人気の時はすごくね、信頼はできるんですけど、人気薄だとね、もう全然走らないとか、そういうこともあります。はい。なので、まあ、あの、旧舎のね、パターンとかいろいろあるんで、そちらはまた今後、えー、うちのちチャンネル、の方で、はい、ご紹介していきたいなと思いますが、まずはね、ぜひあの、島一春11秒台の馬を狙う、そしてここに出ている調教師の先生だったら、よりね、 ちょっと信頼するみたいな方向で狙うと初心者の方でもかなりあの簡単にウッド調教がね活用できると思いますでここまで長くね動画を見てくださった方に最後、えー、ここまで最後まで見てくださった方への、まあ、ラストボーナスじゃないですけど一つねあの耳寄り情報なんですが立東のウッドでですね追い切りでシマイチハロン11秒台を出した馬この馬がですね当該集もしくは1周前まで遡って半路で56秒以上ですね もうタイムを出しているケース、これがかなり狙い目なんですよ。で、どのぐらい狙い目かと言いますと、まあ2018年、19年、20年、2021年現在なんですが、こちらね毎年回収率が100%を超えています。その中でも単勝オッズ s 10倍以上、まあ人気がね中穴から人気薄のところ、これがですね2018年から単勝回収が130%、124%、134% 12、13 122%とすべて120%を超えています。 さらに副賞回収が一番低かった年度でも99%あるので、もう3連単3連服の軸、えー、もしくはワイドの軸にも最適です。まあ、この動画の冒頭にも言いましたけど、やはりね、美味しい食べ物。これはですね、どんな食べ方をしたって、まあ基本美味しいです。はい、えー、そのマナーを知っていたりとか、そうですね、食べ方。 その料理にまつわるエピソードとか産地とかそういうものをしてた方が料理が楽しめてより美味しいっていうことは間違いないのですがうまいものはシンプルに塩をぶっかけて手づかみで食ってもうまいんです。 ま、せっかくね、あの、JRA の方で、こういうウッド調教のデータがいよいよ配信され始めました。反論はずっと前からありましたけどね。そんな中で、やはりこれを活用したいと思っている方、たくさんいると思うんですよ。で、あまりにもね、深く考えすぎてしまって、ああでもない、こうでもないって考えすぎてしまうと、活用する前に使うことをやめてしまう。食べることをやめてしまう。 でもまあせっかくね、せっかくこういう新しい情報が出てきたんで、まあ非常に今回動画でお伝えしたことはシンプルですけど、シンプルでもこれだけね、いい結果が見込める。そして予想のね、えー、まあ武器になるということはもう間違いありませんので、ぜひ活用してみてください。 まあこの動画をですねまあウッド調教の話の第1弾としてこれからもねあのまた機会があればこのチャンネルの方にどんどんアップしていきたいと思いますしそうですねもっともっとまあ徐々にね深く深くやっていくのは間違いないかなと思いますのでぜひねそちらも楽しみにしてお,いておいていただければ嬉しいなと竹内、思っておりますということでぜひチャンネル登録してください。竹内でしたさようなら